私の部屋のルーム紹介を始めます。あ、これじゃあ部屋はこんな感じ。ベッドはもう2つあって、で、まあテレビも自分でテレビもあると。ちょっとここ汚いね。はい、次のお風呂は、お風呂場ね。はい、ここが洗面所とトイレとシャワー。シャワーはこういうこんな感じで、シャワーが上から出ます。YouTube 的には触れた方が面白いかもしれないけど、まだ無理や。インドの高級ホテルはちゃんとトイレットペーパーも用意されてるし、これを押したらちゃんとお水も流れるし、これもお湯、冷水、寝るし、シェービングキット、ローパック、シャワーキャップ、歯ブラシセットとかそういうのもあるから、もし忘れても購入がある。で、ドライヤーもあるから、まあ高級ホテルに泊まるだけやったら、もう別に持ってこなくてもいいという。めっちゃ綺麗じゃない。1日目と2日目はインドの高級ホテルに泊まってます。踊れるんかな。ライトも綺麗ですね。電気光る光る。これはファン、ファンやろ。ひなたっとこれ、シャンデリアっぽい電気も回ってるし、エアコンも効いてるし、外どんなんかな。真っ暗で分からへんわ。ルーム紹介終わりです。あ、どうぞどうぞ、こちら来てください。あの、お客様はもうお帰りください。もう、あとは私だけの部屋なんで。はい、お邪魔しました。はい、バイバーイ。この動画が良かったら、いいねとチャンネル登録、よろしくね。開けて開けて。待って、閉めちゃった。自分が入られへんくなっちゃった。開けてー。